皆さんこんにちは、らしいようです。皆さんはドラッグの運び屋と聞くとどのような人物を思い浮かべますか？ギャングのメンバー、長距離トラックのドライバー、もしかするとバイト感覚の旅行者でしょうか？今回ご紹介するのは、2000年頃から2011年までアメリカで暗躍した伝説の運び屋、通称エルタタについてご紹介します。まずはいわゆる運び屋と呼ばれる仕事について簡単にご説明します。反社会的勢力と呼ばれる組織、マフィア、ギャング、はたまたテロリストに至るまで、運び屋を必要としない組織はほぼ存在しないと言ってよいでしょう。というのも、彼らが運び屋に輸送してもらう商品の多くは非合法な商品であったり、持ってるだけで他の組織や国家に命を狙われるようなものだからです。そんなものや商品を運ぶわけですから、雇い主や依頼者はこう考えます。これを俺の部下が持っていたり運んでいることがバレるのは避けたい、もしバレたとしても俺が関係ないように見せないと、と。そこで出てくるのが運び屋というわけです。彼らが捕まっても外部の人間ですから、たとえ商品は失ったとしても自分は関与していないと言い張れるわけです。そんないわゆる使い捨て部隊のような扱いを受ける運び屋で11年間も仕事をし続けるなんて、エルタタはかなりの凄腕だったんですね。さてこのエルタタ、実は80歳近いおじいさんだったんです。とは言ってもただのおじいちゃんではありません。彼の名はレオ・シャープ。1924年に生を受け、高校を卒業した後アメリカ陸軍に入隊。その後第88歩兵師団に所属し、第二次世界大戦においてイタリア戦線で活躍、ブロンズスターメダルを授与されました。ブロンズスターメダルは日本語では青銅星章と訳され、作戦において英雄的かつ名誉ある奉仕を行い、結果を出した者に贈られます。戦後はミシガン州で46エーカーの農地を持ち、ブルックウッドガーデンズを起業しました。1990年代中盤までにはデイリリー栽培の達人として知られるようになりました。このように軍人としても園芸家としても、レオは非凡な才能を持っていました。しかし1990年代後半、顧客がインターネット経由で種を購入するようになっても、カタログ販売にこだわり続け、経営は低迷していきました。このあたりから彼の人生に暗雲が立ち込めてきます。ある日、従業員からアルバイトを探している知り合いがいる、そのバイト代を経営資金に充ててはどうかと提案されます。怪しいと思いましたが、背に腹は変えられず、その仕事を受けてしまいます。案の定、待ち合わせ場所には柄の悪い男たちがおり、このバッグをある場所へ届けろ、中身は見るなと言われ、レオは指示通りに仕事をこなします。面倒なことに巻き込まれた、もうこの仕事はこれっきりにしようと思い、指定された場所にバッグを届け、報酬を受け取ったレオ、金額を確認して驚きます。このバッグを届けるだけでこんなにもらえるのか。それはレオの人生そのものとも呼べる農園の仕事を十分に続けられるほどの金額でした。こうしてレオはどんどん仕事を受けていきました。時には警察の検問に引っかかることもありましたが、従軍経験があり勲章ももらった老人のことを誰も疑いませんでした。時には機転と知識を生かして匂いのきつい漢方薬を使い、警察犬をも騙したそうです。こうしてどんな商品も必ず配達する敏腕の運び屋レオのことを、カルテルの人間たちはやがて偉大なおじいちゃん、エルタタと呼ぶようになります。その後10年間もの間運び屋の仕事を請け負い、総額1億円もの大金を稼ぎました。もう十分稼いだと感じたレオは、カルテルの人間に足を洗いたいと相談します。しかしそんな腕のいい運び屋を手放すわけがなく、家族を人質に取られ仕事を続けるしかありませんでした。
ただでさえ使い捨ての運び屋家業、幸運は長くは続きません。エルタタと呼ばれる運び屋について警察の捜査が進んでいたのです。87歳の時、いつも通り荷物を積んで検問に差し掛かりますが、その日は様子が違いました。かなりの時間引き止められ、しらみつぶしに持ち物検査をされました。そしてついにバッグの中から104キロにも及ぶコカインが見つかってしまいます。こうして逮捕されたレオは、裁判で有罪判決を受け、禁錮3年、財産差し押さえ、50万ドルの罰金を課せられます。麻薬の運び屋にしては軽い刑だと思うかもしれませんが、レオの年齢や健康状態、また辞めたかったがカルテルに脅されて仕方なくやらされていたという事実を考慮した上での判決だったようです。刑務所に服役し、91歳の頃には持病の悪化のため釈放になり、翌年2016年12月12日に息を引き取りました。享年92歳でした。犯罪を犯したとはいえ、レオは戦争の英雄です。彼の遺体はパンチボール、国立太平洋記念墓地に埋葬されました。このお話は2018年クリント・イーストウッド監督主演の運び屋という映画のモデルとなっています。レオと年齢の近い90歳前後のイーストウッドが、人がよく努力家で飾らない、しかも仕事の才能にも恵まれていたのに、いつの間にか悪の道に迷い込んでしまう老人を演じています。ご興味のある方は見てみてはいかがでしょうか。このチャンネルは、明日誰かに話したくなる、そんなお話を紹介しています。面白かったら高評価、チャンネル登録、ベルマークも押していただけると最新の動画をチェックしやすくなります。それではまた次の動画でお会いしましょう。